やっほー、モアケンドビのカダです。ステーケンワンドアの小田です。今日はですね、モアケンドビのいう紹介をしてるんですけど、あの東方神起の話をしていきたいなと思っております。あの、はい、自己紹介するとモアケンドビっていう挨拶で始まってるんですけど、あの一番最初に好きになったアイドルが東方神起で、ずっと長らくビギストを私はやっております。どうやって入っていいかちょっと、うん、いつも迷っちゃうんだけど、はい。それでですね、来週の12月26日に東方神起が20周年記念なんですよね、デビュー。うん。うん、なので、それに合わせて、アルバムが発表されるのと、年末にソウルでコンサートがあるんですけど、ちょっと前に、年末のソウルコン行きたいけど、日付がやばいみたいな、韓国で。そう、韓国で、年越しになっちゃうどうしようみたいな動画を上げたんですが、うん、はい、無事あの全ての心配事は来年の自分に任せてソウルコン行くことにしたので、ちょっとその辺の話をしていきたいなっていうふうに思ってます。いやーすごいね。そう、今年の現場納めですね、12月30日31日が、うん、あの2週間前ぐらいに違う人のソウルコンに行って、また年末に東方神起のソウルコンに行くことになるとは夢にも思ってなかったんですけど、うん、そうね。だけどあの今まで東方神起のソウルコンに行ったことがなかったので、もう本当に念願、うん、念願のといった感じで、あの今からすごいワクワクしてて、うん、ね、5曲くらいは5、6曲はこれ歌いますって発表した曲があって、なんかそれはすごい予習してってるんだけど、他何歌うか全然わかんないから、じゃあ iTunes で聴ける東方神起の韓国の曲全部さプレイリスト見たらさ200何十曲とかあってさ、もうなんかどれ歌うか目星つけられないと思って、うん、でもそれを聴きながら今は楽しみにしてる感じですね。なんかインスパイアアリーナ、新しくできたインスパイアアリーナでやるので、うん、なんかチケットが取れるかなって言っててずっと思ってたんだよね。あのその日付にソウルコン見に行くっていうよりかはチケットが取れるかなってめっちゃ心配したんだけど、うん、そう実際蓋を開けてみたらチケットを全然買える状態で、やっぱこの日付でなかなか見に行くのって難しいよなって、うん、あの思いながら。確かにね。そう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 、なかなかね。で私もわーと思ったんだけど、行くかどうか本当迷ったんだけど、うん、まあ前の動画でも話した通り、まあ、次はまたいつになるか分かんないなっていうことで、うん、はい、ちょっと行ってこようかなと思っています。うん、でさあ東方神起のそのソウルコンもめちゃくちゃ楽しみなんだけど、インスパイアアリーナ行くのも楽しみ半分不安半分みたいな感じで、はい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 、先週末にテミンのソロコンがあったみたいなので、なんかいろんな方の感想とか結構読み漁ってるんだけど、会場の評判はめっちゃいい、うん、いいのよ、うん、
その大きくないし、結構どこかの席でも見やすい、めっちゃいいみたいな。で、新しいし綺麗だからめっちゃいいみたいな、うん、だけど交通への評判がめっちゃ悪くて。そうだよね。そう、なんか帰りにバス早めに乗れた人もいるみたいんだけど、めっちゃ寒い中2時間待ちましたみたいな方もいらっしゃるみたいで、そう、しかも今韓国めっちゃ寒そうだし。確かに。そうそうそう、そこはもう本当にねえ、めっちゃ怖いなと思って、うん、なので、そっか、インチョンからバス、インチョンの空港からバス、うん、で帰りも一旦インチョンの空港までバスっていう感じだから、うわそこがめっちゃ混むらしくて。なるほど。そうだしさ、なんか韓国にソウルにさ旅行に行ってさ、ソウル市内で泊まってんのにさ、2日間ともさインチョン行き帰りするの結構さ、めんどくさい、バネめんどくさいなと思って。まあだるいね。そうそう、インチョンさ嫌だからさ、飛行機金峰で撮ってるのにさ、うん、わざわざソウルのところにインチョンまでさ行き来しなきゃいけない、大変と思って。なのでちょっとでも今後はさ増えそうな、いやそうなんだよ、そうね、あるのでちょっと偵察してきますね。あ、よろしくお願いしますね。まあでももうちょっときっと交通の便をもっと良くしていくんだと思うんだけどね、今後、うん、なんかでもまだ今はそのインスパイアアリーナの中でもまだ工事中のところが多いらしくって、うん、そうそう、結構、ま、待つ場所とかあんまりなかったりするみたいなので、ちょっといろいろ準備して気合い入れていてこようかなと思ってます。はい、はい、ね、とりあえず楽しみだけどめっちゃ寒そう。いやそうだよね、なんかすごい雪降ったり積もったりしてるっぽいし、うん、そう、私去年も12月31日までソウルにいたんだけど、去年のその時期に行った時も寒すぎてもうどこにも行きたくないみたいな、一日言ってたよね、うん、ホテルから出ない日あったし何のために韓国行ってたんだけど、だからめっちゃ怖い、結構緊張しております。確かに気をつけてね。ありがとう。そう、でもまあ年末年始というか年越しを外で迎えるのなんて本当何十年ぶりみたいな感じなんで、うん、普段そういうとこ絶対行きたくないけど、もうせっかくソウルにいるっていうことで、なんかカウントダウンとか見に行けたら見に行ってこようかなって思って、ソウルだとどの辺なの、カウントダウン。あそこのさ、カンファムの広場あるじゃん、あそこのちょっと近くに、なんか名前ど忘れしちゃったんだけど、なんかジョヤの鐘的なのがあって、あそこでジョヤの鐘が疲れるからみんなそこになんか集まる感じなんで、そうそうそう、わかんない、ちょっと寒すぎて行けないとかなるかもしれないけど、いや確かに確かにそうだ、うん、頑張ろうとは思ってるいやいいな。そうなので、ただ31日だけかな、そのコンサートはオンラインでも配信されるらしいし、スカパーでも配信があるのかなっていう感じなので、うん、行く人も行かない人も、まあちょっと31日は見れない人も、とりあえず東方神起の20周年をみんなで楽しく祝えたらなと思っております。うんうん、なのでまた帰ってきたら感想をお話ししていきたいなと思っておりますので、よろしければまた皆様お
付き合いくださいませ。うんうんうん、いった感じです。わー楽しみ、本当ついに東方神起じゃなくて東蛮神起を見る日が近づいてるなっていうので本当にテンション上がっております。うん、楽しみだね。あれじゃあ、うん、本国ペンラはないの？本国ペンラさ、本当用意が悪いから持ってなかったんだけど、うん、さっき注文しました。うん、おやっぱ必要だなと思って。そ う, そ, うそうだよね、うんうんうん、そうなので準備万端で楽しんでいきたいなと思います、うん、行かれる方、うん、皆様気をつけて楽しみましょうね。うん、いらっしゃるかな。ねえ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 、いらっしゃるといいな、ね。はい、あとテミンのコンサート行かれた方、なんかインスパイアリーナの情報あったら教えてください。確かに確かに。そう、あとそれこそ私本当に東方神起のソウルコンに行くの初めてなので、そちらも先輩方に何かアドバイスあれば教えてください。確かに、はい、うん、はい、楽しんでいます。いってらっしゃ い, はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、またねー。